カタールワールドカップ第一戦。カタール対エクアドルの試合ですと。で、えー、カタールが5-3-2ですね。エクアドルの方が4-4-2のフォーメーションですと。展開的には、エクアドルがボール持って、で、カタールが守るっていう風な形が多いんですけれども、エクアドルのいつものパターンとして、えー、両サイドバックを上げるんですよね。両サイドバックを上げて、 で、サイドに速い選手二人置いて、基本的にこのサイド攻撃から崩していって、で、えっ、ー、と、早めにクロスを上げて、この、ツートップにですね、ツートップに対して当てるっていう風な形っていうのがエクアドルの基本的な展開の仕方なんですね。で、それに、えっ、ー、と、ボランチがカバーに入ってとか、バランスを見ながら、 えっと、展開していくっていう風なのがエクアドルの進め方なんですけれども、これがサイドバックが高い位置に取ってしまうと、ちょっとスペースがなくなってくるんですよね。相手がカタールの方が、こういう感じでサイドバックとセンターバックが寄って、で、さらにここも寄ってくるんで、こういう形になってしまって、なかなか、えっと、サイドバックが高い位置でボール持ったとしても、早めに寄せられてしまって、 なかなか展開できないっていう風な形が続いてるんですよね。で、それに対して、えー、クアドルが取った戦法としては、サイドバックをちょっと下げる。ビルドアップの段階では。下げることによって、サイドバックが受ける位置を、えー、少し低めにしましたと。低めにすることによって、相手の中盤が上がってくるんですよね、こうやって。結構、あ、あのー、高い位置まで入ってくると。 で、ここまで入ってきたら、組み立て直していって、こっちに展開とか、あの、一気にこっから、縦に出してとか、っていうので、あのー、展開していくような、ここのスペースを開けようとしてますよね。で、カタールの方は、それに対して当たりに行ってしまうので、結構ここが開きがちっていう風な感じになってしまってますと。カタールの方のビルドアップが、 えー、こんな感じでサイドバックがかなり高い位置入るんですよね。で、セーフティーみたいな感じでアンカーを1枚置いて、インサイドハーフも高い位置、ウィングバックか、サ,、まあ、サイドバックというかウィングバックというか、もう高い位置に入ってこういう感じですね。それに対してエクアドルはこういう風な形で442でしっかり絞って守るという風にやっているんですけれども、ここからドリブルで上がっていったりして、 で、ここからパ、縦パス出すんですけれども、だいたいここ取られやすいんですよね。取られてるケースが多くって。 で、それ、なんで取られるかっていうと、サイドバックがこれ1枚余りなんで、えー、っと、後ろに関してはそんなに気にせずに、ボランチがガンガン前からかけられるんで、ボランチのスペースの埋め方すごいいいんですよね。前からかなりスペース埋めてくるんで、なかなかパスが通しづらい。で、このっていうのが、カタールの方はないので、だからスペースがいくら空いたとしても、あの、パスコースがなかなかできづらいと。で、苦しい状態でパス出したりすることが多くて。 ここで、えっ、ー、と、スペースがなくて、で、仮にここ流れていったとしても、このスペースにスッと入ってくる選手っていうのがツートップでなかなかいなくて、それで、えっ、ー、と、縦パスのコースがなくってっていうので、結構抑えられちゃってるシーンが多いんですよね。で、あと、元々後ろの、このビルドアップっていうのがあんまり、ちょっと上手くないかなっていう部分もあるので、それでここ捉えてしまってる。で、取られてしまったら何が起きるかっていうと、えっ、ー、と、両サイドバック、 が上がってしまっている状況なので、で、ここ前は、サイドハーフ含めると4枚。で、ボランチが奪ったら5枚になるんで、ここから一気に展開されてショートカウンターっていうのが1点目でしたね。1点目の、まあ、PK にはなったんですけど、PK になるまでの流れっていうのは、ここの、カタールのビルドアップっていうのがうまくいかなくて、で、うまくいかないかつ取られた後に、えっ、ー、と、前に人数が残ってしまっていて、でそこからショートカウンターで得られるっていう風なシーンですね。 っていうのが、えっと、一番目のあの、ショートカウンターでやられたっていうシーンです。で、二点目に関しては、えっと、相手釣り出しながらビルドアップとは書いたんですけど、えっと、二点目も似たような感じだったんですよね。結局、ここの、えー、っと、ビルドアップの部分なんですけど、まあ、中盤ですよね。中盤の選手が、あの、奪われて、で、そこから展開されていって、で、最後は、えっと、クロスからの、えー、シュートっていうような感じなんですけど、まあ、あの、 ある意味エクアドルは潔いというか、やることがはっきりしてるんですよね、もう。完全にあのサイド攻撃、サイド攻撃からサイドに人数かけていって、少ない人数で崩すことができて、で、縦に速くっていう風な形をとって、で、最終的には中央ですよね。ボールがあるサイドとは逆のサイドに人数を集めまくるんですよね。ツートップの一角と、それから、サイドハーフが。 あのー、中で待ち構えてるっていう。こういう風にあの、やることがはっきりしてるんですよね。で、もう一個の片っぽのフォワードは流れていったとしても、ここのファーサイドに人数を集める。で、このファーサイドに人数を集めたところにクロスを上げていくっていうのが、このエクアドルの、あのー、はっきりしたチームとの約束みたいな感じになっているんで、ここが目を結んでますよね。ここでね、何回か、あのー、 中に、で、もう一枚下手したらエストピニアンとか入ってくるんですけど、で、フォワードの一枚も下手したら、あの、ファーサイドに流れているっていうシーンもあって、っていう感じで、あの、やることがはっきりしてるんですよね。はっきりしている分、えっ、ー、と、周りの選手もどこにターゲットにすればいいのかっていうのがわかっているんで、あの、クロス上げるのも、躊躇しないでバンバン上げるんですよね。っていうところで、えっ、ー、と、最後、 えっと、決め切ったのがバレンシアだったんですけど、こっちか。バレンシアだったんですけど、バレンシアも結局ファーサイドで待ってたんですよね、ずっと。っていうのが、チームとして約束事になってるからの、あのー、プレイに迷いがなくって、それで決め切ったかなと。で、なんと言っても、あと、カイセド・メンデスですね。この二人がゲームメイクする時も、サイドバックの位置の調整とかも、この二人が指示出しながらやっているっていうのと、 で守備の時に関しても、えっと、中央のスペースが、ちゃんと埋まってるっていうのは、このカイセド・メンデスの、プレスのかけ方のおかげかなと。この前後の動きがちょこちょこ、あのー、やってるんですけど、カタールの方は。この前後の動きに対する、ボランチのマークの付き方がすごくよくって。この二人の関係性がすごいですね。カタールちょっとこのまま行くと厳しいんじゃないかな。フォーメーション的にもきついし、コでもちょっと勝ち切れてないですし。 どこで勝つっていう風になると、うん、ちょっと見当たらないんですよね。カタールのストロングポイントがあんまり生きてなくって。唯一ちょっとだけ最後の方にあった右サイドでの崩しパターン。ああいうパターンで崩すのがあればいいんですけれども、それもちょっとね、後半見込めるかって言われると微妙なんでね。では、後半の総評していきたいと思います。 えまず、後半の入りとして、フォーメーションもメンバーも変えなかったですよね、お互いに。で特にカタールの方が、えー、メンバーも何か変えてくるのかなって思ったんですけど、引き続きね、この形でサイドを上げで、で3バックの形を取って、で、ビルドアップしていくっていうのは変えませんでしたというようなのがカタールでした。 で、まあ、そうなってくると、やっぱ真ん中通しづらくって、結局サイドの方から行くんだけど、サイドの方も詰まってきてっていうので、なんだかんだでサイド追い込まれて、クリア気味のキックになって、で、拾われてっていう形が多かったですよね。なかなかビルドアップできないっていうようなのが続きましたと。で、逆にエクアドルの方がどちらかというと、ちょっとだけ変えてきていて、えー、っと、こういう感じですかね。少し、えー で、すよね3バックに対しては、ある程度ボール持たせるっていう風な形にして、で、どっちかのサイドに来たときに、どっちかのサイドに、例えば右サイ左の方が多かったかな、左サイド、の左のセンターバックにボールが渡ったときに、2トップの一角がまずここのコース切るんですよね、ボランチのコース。で、当たりに行くのは、こっちのサイドハーフの選手。 で、ウィングバックというかサイドバックに対しては、サイドバックが当たりに行くっていうので、こういう形で守っていたんですよね。で、ボランチ2枚がしっかりここ、えー、インサイドハーフについては、ついていってるんで、っていう風な形を取っていて、で、逆サイドはちょっと絞り気味かな。で、ボランチも少し絞り気味っていう風な感じで、こういう風に守っていたので、えっ、ー、と、カタールの方は出しどころがないんですよね。 出しどころなくなって、どん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 詰まっていって、結局さっきと同じように蹴るっていう風な感じで、あの、エクアドルは、あの、前から追いかけるっていうことしなくなりましたよね。よりちょっと、えっと、少しですけど、下がり気味。ツートップは下がり気味にして、その代わり、えっと、ボランチとか中盤の位置を高い位置にする。この4枚ですね。ここの4枚の位置を高い位置にすることで、ここの、えっと、カタールがつなぎ目にしたい、ここの2列目の位置。 のスペースを消すっていう風な形にしてましたと。で、これに連動してディフェンスラインもちょっと高めにしていたんですよね。だからより全体のスペースも消えていて、ここのバイタルまで一気に持っていくっていうこともしづらかった。ので、カタールはちょっとビルドアップがうまくできなかったかなというような感じでしたね。で逆に、えー、と、エクアドルのビルドアップは相変わらず、 えっと、上手くて。で、やることが結構はっきりしていて、メンデスがもう完全に下がって変速3の形を作るっていうのが、前半よりもさらに増えましたね。この形を作ることによって、前線高い位置置くここのサイドバックを高い位置に置いて、で、そこから裏を狙うっていう風な感じなんですけど、どちらかというとこの17番はバランス見る感じで、エストピニャー上げですね。左はエストピニャー上げ、 で、えっ、ー、と、こういう形取るんですけれども、えっ、ー、と、サイドハーフを見るのが、このセンターバックになってくるので、ポジション的に。で、サイドバックを見るのが、えっ、ー、と、ファイブバックのこのウィングバックというか、右サイドバックというか、になってくるんで、基本的にはこういう形で見ていたんですね、カタールは。で、この状態でセンターバックがボール持った時に、えっ、ー、と、ここのツートップの脇から、 えっと、いい状態でボールが持てるんで、ここでいい状態でボール持った時にエスティミニアンが一気に駆け上がるんですよね。で、ここは、えー、少し下がるような感じで。っていう風になってくると、ここに出しやすい。裏に出しやすい。で、後ろから、えー、上がってくる選手に対して、このサイドバックがついていくっていうのは結構難しいんで,で、それで裏取れたりっていうので、左サイドはこんな感じで結構裏を取ってましたね、たくさん。この後ろの、えっ、ー、と、ビルドアップの部分がしっかり、 えっと、役割がはっきりしていて、それによってエストピニアンもね、動きやすかったと思いますね。で、右サイドに関して、もう似たような感じではあるんですけれども、このブレシアードかな、彼がかなりね、あの、起点効かせて、状況によって、えっと、上がったり下がったりっていうのをうまく使い分けてて、特に下がって引き出した時の、 で、ここに対して、カイセドが、カイセドもここ賢かったんですけど、あえてフォローに行かないで、この辺で待ってるケースっていうのもあるんですよね。で、ツートップもここにいるっていう風な感じで、でこうかな、いうなので、この選手がどっちの選手つこうかっていうので、結局この2人見なきゃいけないよねっていうので、この辺についたりすることが多くって。 っていう風になってくると、ここのスペースが空くんですよね。で、ここのスペースが空いたところにドリブルで運んでいったりとか、縦に立てない場合は。とかっていうので、あの、この選手、右サイドバックのこのブレシアードが、結構ね、ここで、えっ、ー、と、なんだろうな、味方との距離感の取り方だったりとか、で、判断だったりとか、判断変えるスピードだったりとか、頭の回転ですね。が、早い。全体としてはそんな感じです。で、カタールは、 ちょっと正直対策も何もできずっていう風な感じで。で、1対1のことかでも強い部分があったわけでもなく。ちょっとね、うん、足元の技術だったりとか、そういうのも、どちらかというと、エクアドルの選手たちの方が高かったんで、そんな感じですね。全体としてもカタール完敗だったなと。